第一にです。デュッセルドルフの中央駅、はい、お前。デュッセルドルフ何日か滞在したけど、はい、駅前にジプシーのおばちゃんいて、ジプシー、ジプシーって言って、もともと難民でヨーロッパに来た人みたいな。ほんまに仕事なくてお金もないと。うん、いうので、こうお金ちょうだいみたいなね、駅とかでよくいて、うん、それで生計ギリギリ取ってる人らがいます。はい、でもここのデュッセルドルフの駅前の。そう。ちょっと待ってね。で、なんか駅前にね、ここの駅前にいつもいるおばちゃんがいるんよ。でもめっちゃ俺らも声かけられてて今。で、ただそのおばちゃんめっちゃ太ってて、めっちゃ太っててバリ元気そうやね。食べるもんもないぐらいお金ないって言ったら元気ないやん。じゃなくてめっちゃ強い。圧力バリやね。Just speak English。マネー。ジュニマネー。この人ほんまに金ないのか突撃してみようかな。はい、そのおばちゃん、お金くださいってめっちゃ強く言ってくる人、なんかハンバーガー屋さん行ってる。頼んでる頼んでる。ありがとう言われて。え Thank you。Are you hungry? I'm food. Food? Yes. やっぱフードちょうだいって言ってるね。Food? Yes. めっちゃ来てますやん。I did. めっちゃ来るやん。You speak English, please? Just a little bit. I'm sorry, please. I don't want to be. I must go to hospital. I don't have money for ticket. Hospital? What kind of? What? Here. 下ネタ言うてくる。Give me a 50 euro. 50 euro?金馬やん、この人絶対金持ってるやん。いや、医者も知れねえ、もう明るい明るいな、明るいバリ笑ってんで。ビール持ってんねん。酒飲んでんねんけど。絶対ホームレスじゃない。服とか綺麗やし。病気やかお金くれって言われて、うん、何の病気って言ったら、ここって言った。性病。明るかったね。まあそういうちょっとおもろさで金もらってるみたいなのもあるやな。ネタやな、うん、まあでもそれやったらまだあげやすいよ。電車乗って行っちゃったよ、あの人ら。電車も乗るんや。電車の中でお金くれって。あー、客の人に言う。なるほどな。すげえアグレッシブ。毎日する方が大変でしょ、仕事より。仕事する方が絶対や。あっちの方がむずい、絶対。あんだけ喋り上手いんやったら接客業した方が絶対儲かんない。せやな。